小玉氏は日本の氏族の一つ。発祥地は武蔵国小玉郡で出自は有道氏武蔵国で割挙した武蔵七島の一つ小玉島の中でも中心的な旗頭である。小玉島の氏族に関連した系図は複数あり、小玉氏の層を東岩に求めるものも複数あるが、東岩は西日本に移住した小玉氏たちが後世に創作した。 経図上にのみ存在する子祖と考えられており、実質的な子祖はおもんみ行きである。その真の父はありみおもんみ能と研究者の間では考えられている。なお、関東に残る経図で、小玉思想い岩に求めるものはなく、西日本の特色である。小玉氏の着流は多くの種族に分かれていった。 特に直系の着流、小玉氏の本州家四代目である家広氏は、現在の小玉から本城の地に土着し、少氏を名乗った。元平合戦時の小玉等の当主も本城のでである。従って、その後も小玉氏を称している一族はすべて分価格にあたり、実質的に少氏の後を継いで本州家となった本城氏が、小玉氏にとっての本州価格に当たる。 なお児玉家行の次男は塩谷氏を名乗り、三男は富田氏を名乗った。小玉氏に関連する文書に、書領として小玉郡池屋とあり、新編武蔵風土気候の金谷村の項に池の谷のあざ名があることから、おそらく小玉郡の金谷村を小玉氏は本願地としていたものと見られている。文家である小玉氏の一族は、戦国時代になると、 武蔵国北東部から勢力を拡大してきた成田氏によって滅ぼされることとなる。厳密には伝承で成田親、大が小玉主義之を殺害し、その所領を奪い、遠徳三年にお市場を築いたとされる。ただ追記念に関しては別説があり、近年ではそちらの方が有力視されている。小玉氏が 忍の領地を所領する様になったのは11世紀末からであり、その支配が15世紀末に終わったことを示している。有道氏の族で、武蔵七島での有力な一族である小玉氏を、先祖都二1221年の上級の乱で、先行を挙げ、秋国と田軍地区、二村の自動職を与えられた。文英公安の役において、武蔵国により一族が下校して、 在地領主となった。南北朝時代には、足利忠冬に属するも、後に、大内氏側に転じ後に、毛利父親に従って、秋国に下校して、不大重臣として仕えた。戦国時代となり、毛利元成が当主の頃には、小玉成忠が元成の側近として、桂成忠と共に武行人となった。1550年には、新たに当主となった。 毛利リ元流の行政組織、五部行政にも参画した。また、成田立ての児玉成方やその子の児玉治萌えは、水軍の将として活躍し、毛利水軍の創設と発展に尽力した。また、一族の児玉元義の娘は、毛利リー輝元に嫁いで、萩藩主、毛利秀成、徳山藩主、毛利秀隆高を生んだ。幕末期の末裔、児玉玄太郎は、 家族の伯爵爵位を与えられた小玉家であり小玉、秀夫は長男にあたる。鎌倉時代以前、神まて命。彦由ゆし命。伊船じめ命,命。伊豆市神大臣命。大矢口すくね。大相朝木ねいの一回老薄命。大、布命。大部、法日。船瀬、足に。雪、いにしえ。おしめ。 関府、稲敷、明西へ、浅子、金子、新潮、岩ま久志日、小牧万里、稲足、有道指導、おすつぎ、しつ雄彩、伊広ろし、おもん鎌倉時代から戦国時代末期児玉沿岸、これゆき、

宗ゆきくにゆき。もちぎょうたかゆき。ひろいえいえゆき。ゆきただしげじなりただ。ひろいえもとらはるしもとすけ。もとみもとほもとため、おさむきんおさむあきもとけんけいただ、もとつぎにのまるどのいこうるもおりてるもと。おさむけん、なりたがなりかたもとしげしゅうじ、おさむあき、ひでなりおさむたかし。おさむこう、なりやすおさむえけいさかえもとこと。 元村元某修しげる。元光を修次。経府身分類伯爵小玉家。小玉半九郎。小玉健太郎。小玉秀夫小玉友子玉九十一。小玉忠康。小玉健子玉進子玉稔子玉広志。ありがとうございます。